プディング、カスタードプディングカスタードプディングカスタードプディング、カスタードプリン、または単にプリン、フランは洋菓子の一つ。プリン型に牛乳と砂糖を混ぜた卵液を流し込み、加熱してカスタードを凝固させたものである。なお、原義のプディングはイギリスでの多様な蒸し料理の総称である。由来にはイギリス公会社の公安説と蝶詰めの派生説がある。 イベリア半島やラテンアメリカではスペイン語及びポルトガル語でフランと呼ばれる。アメリカ合衆国では英語の名称よりもスペイン語のフランやフランス語のクレームカラメルで知られていることが多い。ベトナムにはフランス統治時代に伝来しバンフランまたはケムカラメンと呼ばれている。スペインのフランが伝来したフィリピンではレチェフランと呼ばれる。フランスのフランオズーは卵のフランの プリン型に牛乳と砂糖を混ぜた卵液を流し込んで加熱することによりカスタードを凝固させたものである。溶き卵に水分を加えて加熱して固めるという点で製法は茶碗蒸しとよく似ている。一方、卵を主原料とせずゼラチンなどのゲル化剤を用いてゼリー状に固めるケミカルプリンもある。一般的には甘みとしてカラメルソースを用いることが多く、 柔らかな舌触りとカラメルのほろ苦さの混ざった甘さが特徴。あらかじめプリン型の底にカラメルソースを入れておき、型を伏せた状態で皿に移して食卓に供するが、カラメルを別点としたものもあり、容器に入れたまま食べることを前提としたものもある。ブランド牛乳を用いたものや、牛乳瓶に似た形の容器で加熱して、瓶のままスプーンで食べるものもある。洋菓子屋や、 コンビニエンスストアでも人気が高い商品で、贈答品まで幅広く商品バリエーションがある。台湾では、市販のケミカルプリン 2000cc という巨大なサイズのものがある。カスタードプディングの硬さと弾力の思考には、時代によって変化がある。なお、柔らかく調整することにより、飲料として商品化したものも発売されている。10人分、プリン型に砂糖を焦がして作った。 カラメルソースを熱いうちに容器に敷く。卵と砂糖をあらかじめ混ぜておく。牛乳を摂取60度までゆっくり攪拌しながら温め。にに温まった牛乳をゆっくりと混ぜながら流し込む。仕上げにバニラビーンズ、またはバニラエッセンスを微量添加すると卵の生臭みを消し甘い方向をつけることができる。3を目の細かいふるいなどで一旦こした後。 一の容器に流し込む。その後、長い柄のついたライターや、エタノール入りの霧吹きなどで泡を消すと、焼いた後の見た目も良くなる。大きな型で焼く場合には、炎が大きいキャンプ用のハンディバーナーで手早く、作業をすると効率が良い。敷板に容器を並べ、湯を張り、摂氏80度に保つようにしながら、オーブンで加熱する。焼けたら、敷板から取り出し、粗熱を取る。 温かくても食べられるが、多くは冷蔵庫で冷やして、完成とする。食べる直前、皿にひっくり返すときは、ケースの縁から竹串で、カラメル層まで空気を入れるとすっぽりと抜ける。また、ぬるめのお湯に容器を入れ、カラメルを緩ませてから指で周りを軽く押すと、すっぽり抜ける場合もある。写真のように器から直接取り分けても良い。出来たてを熱いまま食べても美味である。 オーブンで焼く代わりとして、茶碗蒸しのように蒸し器で蒸す方法もある。温泉地では地獄釜を用いたカスタードプディングも製造されている。ゼラチンなどのゲル化剤でゼリー状に固めたものをケミカルプリンという。ゲル化剤で固めることにより、さらに滑らかな舌触りになる。ゼラチンを使うことから、その製法はババロアに禁止する。ケミカルプリンを作る際にはゼラチンを冷やして、 固めるため、カスタードプディングのように加熱する必要がない。ゼラチンをふやかし、ケースにゆるく作ったカラメルソースを入れる。牛乳に砂糖とゼラチンを溶かし、溶いた卵を加えてよくかき混ぜる。冷蔵庫で固まるまで冷やし、食べる直前に皿の上にひっくり返す。家庭では、ゼラチンの代わりに寒天で固める場合もある。 ゼラチンの一部を寒天に置き換えると歯切れの良さが出るが、凝固剤をすべて寒天で代用すると脆くなる。カリカリした表面のカラメルが特徴のクレームブリュレ。ありがとうございます。